どうも、鬼です。世界カエルいびく割れ協会の虫です。はい、というわけで今回虫さんと一緒にですね、ちょっとカエルを探しに来ました。まあ、ここにはね、水場があるんで、いろんなカエルが今ちょうど繁殖シーズンになってるんでね、見れるんじゃないかなと思います。お、赤ガエルがいました。ところどころで放接している赤ガエルが見られます。赤ガエルの繁殖シーズンは早ければ12月から3月ぐらいまで行われていて、日本のカエルの中で最も早く産卵を始めるカエルですね。一度こうやってね、集まって産卵をした後、また冬眠して暖かくなるまで眠っています。はい、赤ガエルの卵がたくさんありますね。こちらもこちらも、この形は赤ガエルの卵流行る。カエルによって卵の形ってだいぶ違うんですよね。モリアオガエルなんかは泡の中に産みますし、ヒキガエルだったらゼリー状のもう紐みたいなものの中に黒い点々が入ってます。こういうなんかもうちっちゃい丸がいっぱい集まってるのは赤ガエルですね。こちらは発生がもう進んでますね。ちょっとずつオタマジャクシの形になってきている。もう周辺に何十匹、もしかしたら100匹も超えてるかもしれないな。それぐらいの数の赤ガエルが集まって放接をしていました。そう、カエルの繁殖行動って交尾って言わないんですよね。交尾って、まあ、オスのね、生殖器、まあ、チンコですね。チンコを、まあ、メスに入れて、まあ、精子を出して、繁殖するっていう形態なんですけども、カエルはもうチンチンとか金玉がないんで、抱きついて、メスが産んだ卵に、まあ、即座に精子をかけるという繁殖方法です。これを放接と言うんですね。上に乗ってるオスが下のメスをこうギュッと腕で抱きしめることによって、まあ、離さないっていうのもあるんですけども、卵を絞り出す効果もあります。このためにオスの前腕は発達していて、もうメスの2倍ぐらい太いですね。この抱きしめる力が強すぎてメスが死んでしまうこともあるそうです。うわ、あれめっちゃ赤いですね。あの子めっちゃいい色してる。すごい鮮やかな色。はい、ヒキガエルいましたね。アズマヒキガエル、ちょっとちっちゃめですけども固まってます。オスだな。前腕が太い。はい、また同じのがいました。さっきと一緒じゃないですよう、わもう寒くて縮こまっちゃって、すごいおとなしいですね。こいつもオスっぽいな。お、もうちょっと大きいのもいましたねでもみんなほんと寒くて縮こまっちゃってる。動きもゆっくり。オスだな、こいつも。オスばっかですね。腕ふっと、多分この落ち葉の中とかにまだ寒くて隠れてるんだろうな。お、ちょうど今まさに落ち葉から出てきましたって感じの子がいる。こいつメスっぽいな。失礼。あ、寒いねうん、この子は女の子っぽいですね。お、いたいた。でもやっぱオスが多いですね。ツルツル、テッカテカ。卵もなかったし、徐々に出てきてはいるけど、ヒキガエルの繁殖はまだ始まってないみたいですね。